シリル・ネビルは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のパーカッショニスト、シンガー。ニューオーリンズ R&B の代表的なグループ、ネビル・ブラザーズでの活動で知られる。ソロアーティストとしては、アップタウン・オールスターズなどのバンドを率いて活動。レゲエなど、ワールドミュージック的な要素も取り入れた、より幅広い音楽性を展開している。1948年、 ネビル家6人兄弟の末っ子としてニューオーリンズに生まれる。兄のアートネビルは1950年代初頭からプロのミュージシャンとして活動しており、シリルは幼少期から彼のバンドを見て過ごした。シリルのプロミュージシャンとしての最初のギグは1967年、アートの結成したアートネビルザサウンズのメンバーとしてのものだった。これはミーーズの原型となったバンドで、 アーロン・ネビルも参加していたが、シリルとアーロンは脱退し、サウンドマシーンを結成した。1970年、シリルはシングルゴシップでソロデビューをする。これはミーターズが所属していたレーベル、ジョーシーからのリリースでバックをつけたのもミーターズであった。一方、サウンドマシーンは拠点をナッシュビル、ニューヨークと移し活動を続けるものの、成功を収めるには至らなかった。 1972年、シリルは、ミー,イーターズのアルバム、キャベツアレイにゲスト参加する。1974年には、バンドの北米ツアーにも参加、翌年のアルバム、ファイアオンザバイユーからは、正式メンバーとして、名を連ねている。1977年、ミー,イーターズが解散すると、シリルは、他のネビル家の兄弟たち、アート、アーロン、 チャールズの三人とネビル・ブラザーズを結成した。この頃よりシリルはレゲエなどカリブ海の音楽に興味を示すようになっていった。1983年エンデンジャード・スピーシーズ・バンドを結成し活動を開始する。このバンド名は黒人男性のミュージシャンは絶滅に瀕しているという彼の思いから命名されたものだった。その数年後には別のユニットである。 アップタウンオールスターズを結成した。1994年、アップタウンオールスターズ名義で初のアルバム、ザガイア・ディス・タイムをリリースする。2005年、ハリケーン・カトリーナによってニューオーリンズ市内の自宅が大きな被害を受け、これを機にオースティンへ移住する。オースティンではアップタウンオールスターズに代わる新バンド、トライブ13を結成し活動するようになった。以前より、 政治的、社会的発言を積極的に行ってきたシリルだが近年その言動はさらに加速している。ニューオーリンズ市内のアフリカ系アメリカ人が多く住む地域に関しカトリーナ被災後再開発計画が持ち上がったことに絡み、シリルはニューオーリンズで黒人を締め出す人種浄化が進んでいると批判、物議を醸した。また、オースティンに移住した理由についてすでに ニューオーリンズの音楽シーンが死んでしまっているから、などと発言、地元ミュージシャンや音楽ファンからも批判の声が上がった。2005年、ルイジアナ州湾岸ンンの湿地帯保護を訴えるタブ・ベノワのオールスターバンド、ボイス・オブ・ウェットランズのアルバムに参加。このグループは他にジョージ・ポーター・ジュニア、アンダース・オズボーン、ドクター・ジョンラが名を連ねている。同年、 カトリーナ・ヒサイチのためのベネフィットアルバム、アワー・ニュー・オーリンズにも参加し、カー,ーティス・メイ・フィールドの This Is My Country のカバーを披露した。2009年、久々のソロ作、Brand New Blues を MC レコードよりリリースしている。メンバーには、アート・ネビルをはじめ、ボイス・オブ・ウェット・ランズでも共演したベノは、ジャンピン・ジョニー・サンソン、ウェイロン・シボドーなどが参加している。ありがとうございます。